月古墳墳形は円墳説と方墳説があるが現在のところ未確定である。1936年3月に東京都旧跡に指定された北大谷古墳は JR 八王子駅の北北東約2キロメートル中央自動車道八王子インターチェンジの南約440メートルの多摩丘陵の丘陵地南側の関斜面にある。標高は 約140メートル。北大谷古墳のすぐ近くでは古墳は発見されておらず、1993年に北大谷古墳がある丘陵地帯の斜面で行われたレーダー探査の結果でも他の古墳は確認されなかった。北大谷古墳の周辺地域にはいくつかの古墳が確認されているが、数的には比較的少ない。1899年。 地元八王子村の村民によって古墳の発掘調査が行われた。この時の調査によると北大屋古墳は円墳で南側に向けて開港した横穴式石室があることが報告された。この明治時代の発掘時点ですでに洞窟されており石室内から副葬品は発見されなかった。しかし現在では崩壊が著しい石室が 築造当初の現状をある程度止めており、現状では確認できない点を伺い知ることのできる貴重な資料となっている。1933年にも調査がなされ、この時の調査では、北大屋古墳は直径29メートルの円墳で、墳球は大きく崩れて南側に伸びてしまっていることがわかり、埴輪と吹石は存在しないとされた。この時点では、 石室内の状況は1899年の調査時よりも悪化し、現状に近い状態であったことがわかる。そして1993年9月から10月にかけて、古墳全体に及ぶ調査と、集合の確認と他の古墳の存在の有無を調査することを目的とした地下レーダー探査が、多摩地区所在古墳確認調査の一環として実施された。 北大屋古墳の墳球を南西側から撮影墳景は現況では不明であるが円墳説と宝墳説があり円墳とすれば直径39メートル宝墳ならば一辺約39メートルと考えられている集合は古墳の西側北側そして東側にかけて墳球を半周するように確認されていて 幅3.2から4.2メートル、深さ0.5から0.9メートルである。東側から南西にかけての古墳前面には、集合は確認されておらず、古墳築造当初からなかったものと見られている。北大谷古墳は、丘陵の南向き関斜面に築造されている古墳のため、墳丘の北側では、丘陵から古墳の領域を隔てるように、 広い幅の集合が作られている。現況では、古墳の高さは2.1メートルである。埴輪と吹石は発見されておらず、築造当初からなかったとされる。古墳の主体部の正面から、北大屋古墳唯一の遺物である恥の破片が、発見されている。恥の製作年代は7世紀前半と見られていて、石室の構造から判断される古墳の築造時期と、 一致している。古墳の主体部は、原質、前質、沿道から構成される、三室構造の横穴式石室であり、全長は約10メートルである。原質は丸みを帯びた胴張り型をしており、石室は極めて柔らかいシルトガンを、石の角の部分をかき取って、隣の石と組み合わせる方法で作られている。原質の奥には、約10センチメートルの円滴が残っており、 かつて原質全体に敷石が敷かれていたと推定されている。これらの特徴は、東京都多摩地域の終末期古墳である、府中市の武蔵府中熊野神社古墳や三鷹市の天文台港内古墳などと一致している。主体武器祖では、もともとの黒褐色土層を掘り込み、そこへ、木褐色のシルトを突き固める、半築工法を用いて、 掘り込み事業と呼ばれる基礎工事が行われていた。突き固められたシルト層は0.9から1.2メートルに、び、もび元々の地面よりも約20センチメートル高いところまで達しており、その上に石室が築造されていた。主体部基礎に掘り込み事業が行われている点でも、北大谷古墳は、武蔵府中熊野神社古墳、そして天文台構内古墳と類似している。 北大屋古墳の石室は崩壊が目立っており、1899年の発掘当時、原質の石組みは天井に向かうにつれて、ややアーチ型をしていたこと、石室の入り口である前底部には閉塞石があったことなど、現在ではわからなくなってしまった特徴があったことがわかる。しかし1899年の発掘時、原質の石組みが崩れている部分を交渉をする。 ことなしに、再積み上げしてしまったようで、現状では、現室内の石組みの中に、隣の石と、明らかに噛み合わない組み方が散見される。1993年の調査終了後、石室を構成する石材の、これ以上の劣化を防ぐため、石室は埋め戻されている。北大谷古墳の主体部は、武蔵府中熊野神社古墳や天文台港内古墳と、もに、 周辺の他の古墳を凌駕する規模であることを特徴とする複質道張り型の石室であり、多摩地域の終末期古墳の中でも有力者が葬られた古墳であったと見られている。北大谷古墳を含めて、現在のところ複質道張り型の石室を持った古墳からは出土品の発見が極めて少なく、築造年代など古墳の位置づけを決めるのに困難が多いが、 北大屋古墳の場合、唯一出土した弾きや石室の構造の変遷から見て、7世紀前半に築造されたとの説が有力である。北大屋古墳は、武蔵府中熊野神社古墳や天文大構内古墳と類似する面が多いが、墳丘自体には、半築工法が用いられていないなど異なる点も見受けられ、 やはりそれぞれの古墳築造時には固有の状況もあったものと見られる。北大谷古墳は、7世紀半ばから後半にかけて、築造されたと見られる武蔵府中熊野神社古墳や、天文台港内古墳に先立つ多摩地域の有力古墳であり、多摩地域で同じ頃に築造された古墳としては、東京都多摩市にある稲利塚古墳が挙げられるが、北大谷古墳の石室の規模は、 稲荷塚古墳よりも大きく、7世紀前半に、多摩地域を代表するような人物が葬られたものと考えられる。多摩地区所在古墳確認調査報告書。106ページ。多摩地区所在古墳確認調査報告書。9ページ。114ページ。東京の古墳を考える。72ページ。武蔵と相模の古墳14。141ページ。 ありがとうございます。